僕は今南伊豆の下田に来ています。ね、このナマコカフェいい感じですね。今回僕が使う竿は、今度新しく作ったビップ竿、これを使って南伊豆の、ね、グレーを存分に、楽しんでみたいと思います。ぜひ皆さんどんな感じかご期待ください。いい方です。ちょっと40あるな。なんだかの3つ。はい、というわけで今日乗ったのは、ね、伊良の飛び根というところですね。ね、雰囲気的には非常にいいです。まだ風が出てません。こういう感じで、ね、朝一これから、ね、缶のグレを狙ってみたいと思います。なんか雰囲気いいですね。船長がポツポツ出てるよっていうんでね、結構楽しみです。今回は、ね、ビップを使って果たしてどんな感じになるのか、とりあえずやってみたいと思いますんで、頑張るぜ。今回のコマセの作り方、これは、ね、事前に作ってきてあります。まずオキアミの生を2つと、このボイルの半分使います。そして、ね、今今度、作った、同調グレーとドエント、これを、2個入れます。この時期ちょっと風があるんでね、ドエントになりますけど、いつも僕はベースに同調グレーを使ってて、風がある時、遠投したい時だけドエントを加えようとしますけども、ちょっとね、明日はちょっと後半風が出そうなんで、ドエントを混ぜてまとまりさえ良くします。入れまして、あとこのボイルを半分入れます。これなんでボイル入れるかというと、あの視覚効果ですね。時期問わずに結構ボイルを、まあ、半分ぐらいですね。いつも友達と言って、あのね、1枚買って友達と分けるぐらいの感じ。これを一緒の中に一緒に混ぜて使います。こうすることによって、ね、僕ら結構潜るんですけど、潜った時にオキアミだけだと5、6メーターで見えなくなっちゃうんです。なんかあるぐらいは分かるけども、あの確認できません。でも生、あのボイル入れるとはっきりと、あ、ボイルが漂ってるのが分かるんで、やっぱそれだけやっぱりね、視覚効果高いんで、それを狙って僕はもうずっと、生にボイルを一緒に混ぜて使ってます。このサイズが、これ M サイズのオキアミですけども、これだったら軽くざっとやるぐらいで OK です。でこれに、これを混ぜていきます。こうね、まず同調グレーね、ざっと混ざったところで今度は同円筒を足して入れます。大体ね、普通の遠投しないところだったら、うちが同調グレーだけでもいいんですけども、やっぱり風がある時とかね、そういう時、遠投をどうしてもかけなきゃいけない時、向かい風で投げる時にはやっぱりこれを入れた方が、まあ、結構あのまとまり性が良くなるんで、あとは現場に行ってから水を入れるようにします。では、もう昨日ね混ぜてきたんで、この中に、水入れます。ここに目盛りがあって、これ1個太いのが1リットル、これ約これで3リットル入ってますね。まあ、最初はこれで、1リットル入れて、結構ね、餌本体から水が出るんでね、本当はこのくらいの感じで初め混ぜておいた方が本当は楽なんですよね。大体普通水入れすぎちゃうことが多いんで。そこ行って止まっちゃってるな。うん、ただ押したやつだけで、基本的に向こう行ってるよ。
こんな方も回ってんじゃないかな。あんまりこう動かないんだよね。ここは結構ね、食うポイントは決まっちゃってるんですよね。ここで出てくるか、向こうのさらしとぶつかったところの歩みでするか、潮がちょうどあの合わさるあたりで、これ潜るから、そこで食うことが一番多いんですよね。よっしゃ、ヒットです。やっと食ってきたね。大きくないけども、イサキか、イサキですね。よいしょ、一発目はイサキでした。まあ僕的には嬉しいですね。え、冬のイサキ最高ですよ。よっしゃ、グリーンですね。大きくないけども30はオーバーした。よっしゃ、よしよし、30ちょっとですね。はい、かわいいです。グレース2キロ半からゆっくり進めていって、降ってるのが三広から三広半ぐらいですね。割と浅くなってます。はい、こんな感じで割と食いはいいですよね、うん、最初餌取り多かったんですけども、一発食い始めたらこういう感じですね。はい、これからが楽しみです。今回僕が使っている竿、タックルですね。まず竿はビップ一緒の、タイプ1です、ね、伊豆ですからね、本当はタイプ2でもいいんですけどね、あえてねこういう時はあのね、魚の引きを楽しみたい、そういう時はやっぱりね1です。強さ的には 1.35 相当の強さがあるっていうんですけどね、結構使ってる感じ綺麗に曲がるんですけども、その分の返しが強いですから、結構使ってて安心して、使ってられます。リールは、2500の LBD、ね、マイターボをつけた、ね、結構ブレーキ力の強い、これね、あのブレーキ力こんな強いのいらないんじゃないかって言ったんですけど、実際使ってるとね、あの入れ食いの時めちゃくちゃ楽ですよ。軽く止まる、その分止まりすぎじゃないかって言ったら心配しないでください。あのドラッグがめちゃくちゃいいですから、でこのドラッグとこのバイターボを利用したら、ね、これ抜群ですよ。やっぱり出す時は綺麗に出るし、止まる時は止まるし、である程度突っ込んでいってやばいと思ったらドラッグが出るしというね、もう完璧にリールになりつつありますね。非常に使いやすいです。で今回ミチ糸は今2号使っています。でハリスも今僕はあえて太めの2号を使いますね、うん、ちょっと2号いるかないらないかなという話もあるんですけども、やっぱりこの伊豆の南伊豆って夢があるじゃないですか。ひょっとしたらね、あのいないかもしれないけど50が釣れるかもしれない、ひょっとしたらマダイが釣れるかもしれないという夢があるんで、あまり細いのは使いたくないです。だからいつもだいたい食いの普通の状態で2号、ちょっと食いが渋くて 1.75 で、 1.5 は僕めったに伊豆では使いません。もうちょっと地肩行ってもね、やっぱりね結構こう硬いですから 1.7 で止めますね。あまり細いの使いません。そして針は、ね、今使ってるのが、マルチの5号ですね。だいたいこの時期ですと伊豆だと5号から4号を使います。でハリスは2キロ半で、あとガンダマを、ね、絶対ハリスが2キロ半取った真ん中に均等に7号を2個つけてます。で浮きは2段浮きです。もうこれでだいたいね、このあの投げて結構こう伊豆って結構深いですから、でずっとゆっくり落とし込んでいく、この釣り方をしてれば割と効率よく当たってくるので、あまりこの時期ね浅くはないです。だいたい竿1本から1本半ぐらいをイメージして流してます。それでもこれだけ風があるとね、だから入っていかないんですよ。だから風がある時ほどね、ぜひ皆さん2段浮き使ってください。普通1個だとね上だけ流れちゃいますから、しっかり入れる、または1個の浮きだったら沈む浮き、これ使ってください。その方が、当たります。よいしょ、よいしょ、
嘘、張り付いてる、張り付いてる、やめて、よっしゃ出た、よっしゃ、下がちょうどね根が張り出してるんですね、そこにちょっと一回張り付きました。あ、でも上等だね、うん、いい方です、上等です、40あるな、なんだかの5つ、いい感じです、うん、ちょっとね手前餌取りが多いんでちょっと大きめに投げて沈めていこうかなと、本当はもっと早く沈めようかと思ったぐらいなんですけども、ゆっくり沈んでいったからそれもほっといて、約竿1本ですねで食ってきました。非常に食いは非常にいいです、いい感じです。やっとこのクラスが出るようになったんですよね。はい、今回のビップ磯、ね、タイプ1、タイプ2、タイプ3と3種類出ています。今回僕が使っているのはタイプ1です。これ割とね、普通に口太、ね、これとかイサキとかで普通 の、 こういう磯で使うのにちょうどいい、曲がりも結構綺麗で、パワー的には 1.355 ぐらいと言いますけども、結構それ以上のパワーを感じます。ただ硬くはないですね、やっぱり綺麗に曲がりますね、はい、非常に釣って楽しさですね。それに加えて今度タイプ2というのはもうちょっと強め 1.6 ぐらい普通の竿でいうとあるのかな、強さがで割とオールラウンダーです。割と30センチの魚をかけても綺麗に曲がりますし、逆に今度もっと大きな、ね、場合によってはオラが来るようなところでもマダイが来るところでも、ある程度は対抗できます。そしてタイプ3、これはもう完璧にもうね大きな大型マダイ、オラが、これを狙うために作ったそうです。やっぱりしっかりしてますし、ハリス4号5号という太いハリス使っても十分に、ね、それに対応できる竿になっています。ですからまあ普通でてね、伊豆諸島半島とかね、五島使うんでしたらタイプ2、タイプ1、そしてオナガが出るところ、大きなマダイが出るところ、でも日本海の、ね、佐渡とかあっち行ったらやっぱりタイプ3使いたいと、まあそういうような使い分け、してまあチョイスをしてもらえれば結構楽しむことができるかなと。みんなどの竿も、従来の竿よりもよく曲がります。その代わり戻しが結構強いので、自分がなんかね思ったよりも魚の寄りがいいんで上手くなったかなと、そういうね錯覚に陥るような竿の仕上がりになっていると思います。おお、コンツ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 、よし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 、いい突っ込みしますね、力強いな、時期的なもんかな、よいしょ、お腹か、おっぱいお腹だよな、作り方は違うもんね、うん、ね、このサイズでこんだけ引くんだな、やっぱお腹はやっぱ強いな、5センチプラスぐらい強いですね、最後、ね、自分が使った釣り場はきれいにして入りましょう。ヒール入れて持ってって処理すればまた次来る人が気持ちよく釣れます。持って帰りましょう。はい、というわけで、冬の伊豆崎攻めてみました。今年水温が高いところ行ったんだけど、やっとね落ち着いてきたのか、まあね、まあまあ肩的にはね、まあまあの40センチサイズまで取れて結構面白い釣りできました。やっぱり竿をあれだけ曲げてくるとね、やっぱり楽しいですよね。やってる方も楽しいですけど、多分見てる方も結構楽しいと思います。で後半ちょっと風が強くてね、早上がりしましたけども、これもまあ冬のね、まあシーズンですから、まあ、仕方ないということです。ね、ここでこうやって今日は1使いましたけども、今度は2とか3とか使ってね、もっとギンギンに曲げる釣りしてみたいと思います。というわけで、1日 VIP で楽しんじゃいました。